キャバ嬢さんに困ったラインを見せてっていう回です。イエーイ、チュン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 。すいません、今大丈夫ですか？バカ食い話、どういうこと？バユで今日行くね。ねえねえ、ホテルセックスしてからでいい？うわーやばい、って思って今日こういうとこでさらされるから。キングダミッツのセリノリーナとサオチムです。はい、おいすイン歌舞伎町。今日の企画は出勤前のキャバ嬢さんに携帯の LINE 見せてって言って、ちょっとお客様の痛いなとか気持ち悪いなとか困った LINE を見せてっていう回です。イエーイ、チュン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 。みんな出勤前絶対忙しいから、ごめんなさいとか言われたらちょっと心折れるわ。折れるね。というわけで早速行ってみたいと思います。歌舞伎町の集合場所であるわ、風鈴会館。あれは？いいね。すいません、今大丈夫ですか？ちょっと YouTube 撮影してて。キャバ嬢さんですか？キャバ嬢です。およっしゃ、それ聞くの忘れてた。キャバ嬢OL ですって言われたら終わり。確かに。お客さんと連絡いっぱい取ることあると思うんですけど、すっごい面倒くさいなって思うお客さんとか来たりしません？あ、まあまあまあ。面倒くさいなとか嫌だなって思うお客さんの LINE を見せてもらえないかなっていう。面白い内容とかないかもしれない。あ、全然。優しい。お店はどこですか？レガリスです。レガリス。レガリス。何さんですか？メイです。メイちゃん。はい。ですね。メイちゃんって名前いいですね。何歳？28です。なんか21ぐらいなんか、ね、マジで21かと思った。何歳とか言ってしっかり年上だ。失礼しました。いいよりか酔っ払うとすぐなんか変な感じの送ってくる人。気になる。通ってくれてる人なんですか、それとも通ってない人なんですか？フリーで1回使わせていただいて、はい、まあ、その時からちょっと LINE やり取りしてる感じの。まだ指名では帰ってきてない？そうです。あ、来ないで、いろいろ連絡してくるやつ。あ、そんな感じです。めんどくさ言い方。この間なんかお酒の写真だけポンって送られてきたから、どちらで飲んでるんですかって送って、こんな感じです。一人で5つ星ホテルでグランドハイアットで、モテないバカがバカ食い話、どういうこと？誰か誘えばいいのに。はい、あ、電話来てる。仕方ありがとう、バイバイ。あ、でも返してるよね。電車乗っててごめんねって感じで。真面目に尽くすのはバカだね。どういうこと？そう、真面目な人好きだけど。皆様土下座。あ、酔ってる。まあ酔ってるのかもね。うん、大丈夫、モテない。え、モテたいの。そうだよ、言ってるだけじゃモテないよ。優しい感じが。優しい。つまり、モテたいなら行動しよう。優しい。だよね、死んでやりよ。あ、もう酔ってるわ。結構飲んでるの？バカだがや、やい。モテないから、さいなら。ちゃんと文章なってないよ。すすが。今日はゆっくり休んで。大杯、どうす。あ、もう全然意味わかんねえや。よくわかんねえ。優しい。なんか、返し無視しちゃうよね、こんなの来たら。だるってなって無視するわ、ちょっと。酔っ払うとこんな感じのたまに送ってくる。でも、これがさ、馴染みのお客さんとかだったら、まださ、あーあ、またやってるなとか。フリーでさ、来てくれて、ついて、ね、一回もお店に来てくれたことない人で、これを。やってるって思うと、やっぱキャバ嬢さんも尊敬。で、毎回じゃあお店の名前と現地なのか、宣伝とか。レガリスっていうお店で働いてます、メイです。よろしくお願いします。イエイ。優しくしてくれますよ、メイちゃん。あの通り夜だよね。はい、夜。歌舞伎町は朝キャバと夜キャバあるから。あります。ありがとうございました。すいません、すいません。今大丈夫ですか？出勤前ですか？出勤前です。鎌倉。そうです。近くで働いてます。あ、今そこだけ YouTube の撮影してて、はい、時間ちょっと。大丈夫ですか？大丈夫です。お店の名前と、あの、現地さんとか、よかったら。アマテラスで働いてるエリカです。あ、エリカさん。アマテラス。アマテラス。ちなみに私、あの、10年前ぐらいに初めて働いたキャバクラアマテラス。10年前。1ヶ月で辞めましたけど。早っ。いろんなお客さんと連絡取るじゃないですか。ちょっと嫌だな、みたいなお客さんの LINE とかもあると思うんですよ。あ、ありますね。あ、あります。よかったら、そういう LINE 見せてもらえたらな、みたいな。お願いします。確かに変なこと送ってくる人いるんですけど、うん、なんか違うなと思ったら、非表示にしちゃうんですよね。なんか探してみます。確かに、それ流
早い。確かに。すぐ非表示。すぐ間違いない。ちょっと前なんですけど、フリーで着いた方で、昨日はありがとうございましたって送って、埼玉で土方やってる俺覚えてるかなって来て、あ、もちろん覚えてますよ。で、今日行くね。ねえねえ、ホテルセックスしてからでいい。うわぁ、よかった。って思って。優しい。いきなり応募でてくださいって感じで。いきなりって思うじゃないですか、やっぱり。そうそう、何時に行けるパサでいいって。なんか、パサってあるじゃないですか、ラブホテルのとこに。返しが全部すごい。そういうのをやってもいいから。歌舞伎町みたいな送ったんですけど、おい、そういうのやってよ歌舞伎町ってきて、ってホテル同伴はしてないんですって、まあ、そらそうだよ、それはそしたらスタンプ連打してきて、みたいな、ちょっとやばいかもって思ってちょっと非表示にしちゃいました。え、すごい。しかもこれフリーで来た人でまだ一回も来てくれてないんでしょ。そうなんですよ。きつい。なんか男性心理はわかるんですけどね、やっぱり優しい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 、いきなり言われたら嫌ですよね。にしても優しい優しい気持ちは分かるっていうところが、返しがめちゃくちゃ覚えるさあ自分にしてあげてよ。あ、私がすごい綺麗な、ね、なんかいい気分にさせてもらってうちらがすいません、ね、うん、ホスト看板龍が如くでもここ映るから。あ、確かに。あ、すいません、今はお仕事前ですか、はい、キャバクラ、はい、出勤前ですか、はい、ちょっとだけお時間いいですか。あ、大丈夫です。すいません、めっちゃ忙しそう。お店どこですか。オレンジテラスです。オレンジテラス。オレンジテラだ。オレンジテラキャバクラ店です。お客さんの LINE でリタ客的な LINE とかあれば見せてもらえないかなって。はい、すごい早いな。早い。レッドカードです。はい、止めてくれないなら俺が止めるから。来て、二つに遠すぎだろ。それなら止めて。なんでだよ。今どこ。新宿に行くよ。今二子玉はどこだし知らん。あ、でも逆にこれドレスっぽい対応した方が。確かに確かに。その後投資送信取り消し。これ見てないの。見てないんですよ。何を送ったんだろう。でもなんか冷たいバージョン初めてかも。でも仲いいからこそ。あ、じゃあちゃんと自分のちゃんとしたお客さんだ、はいはい、あ、じゃあフリーで来て締めが帰ってきてないとかじゃなくて、はい、あ、もう帰ってきたでしょ、はい、おー、いい、いいパターン、いいパターン。じゃあ本当にいいパターンだったら、うん、これ今度おごるから暇な時指名できて。ホスト？そうです。最低。今度おごるから来て最低。それは嫌だな。営業の仕方ちょっとそれは違うじゃない。それはどうなんだろう。おごるから来て、逆に来てほしいよね。え、そうですよね。ね、うん、何もないのに。それはみんなに言ってるけど、フリー着いたら3人全員。しかもこれ着いたのに先週に私着いてないんですけど来たらしい。2週連続で来て。あ、じゃあなんかキャバクラでお客さん探してるみたいな感じ。やばい。でもこういうとこで晒されるから確かにダメですよ。自分かなって思ってくださいね。まだあるの？これとかコロナで来なくなったお客さんらしい。元気かい？うん。たまには連絡。でも来てくれないもん。正直だね。俺のこと好きか？だった。過去形。そりゃそう。だって日本はコロナ禍になってるから、ゆめかちゃんにキスできない。うちも働けないやつ来てくれるお客さんしか大事じゃないよ。俺が行かないから大事じゃないんだね。わかりました。もう連絡しない。さよなら。すごい。なんか正直もない。全部。すごい、確かに。なんかスカッとする。今までのキャバ嬢さんはなんか優しく返してあげたんだよね。できないです。え、すごーい。好き、私こういうの。すごーい。あのお店の名前と現地だ。オレンジテラスのゆめかです。ああ、さすが。ドエムなお客さんはぜひ。ありがとう。ありがとうございます。すみません、本当に。はい、というわけで、はい、キャバ嬢さんたちいろいろいましたね。優しい人もいたり、はっきり言う人もいたり、ギャグで返す人もいたり、結構さまざまな人いたな。キャバクラ行くね、皆さんは嫌な LINE とか送らないようにね、気をつけてくださいね。これからも歌舞伎町のキャバ嬢さんのリアルとかには、うん、どんどん食いついていこうと思うので、はい、お楽しみに。